ポケモンリーグプロジェクト。もう何日目か忘れちまった。しっかりしてくださいよ。背面も出来上がってきました。屋根の出っ張ってるところに、奥の柱と同じものを3つ立てます。ていうかもう、今回でポケモンリーグ完成するんじゃないですか。いや、まだ内装が全く出来てないからね。次回外観完成。その次に内装を作り、ポケモンリーグプロジェクトは終了を迎えるかな。何にせよ、もう終盤ですね。ただ、ポケモンリーグ周りの環境も整備しないとね。ポケモンリーグといえば、正面に滝があるでしょ。それを作らなきゃいけないからね。だから今、そのために池を広げているんですね。それと、屋根の柱の素材集めも兼ねてるね。それじゃあ柱の建設に取り掛かろうか。あらかじめ完成してる柱を見ながら建てれば簡単にできるから、さほど時間はかからないだろう。あれ、これ土台間違ってるな。え？設計ミスですか？どうやらそうみたいだ。おかしいと思ったんだよね。やたら柱の間隔が広いからさ。ということで修正し直しました。これが正しい土台。さっきと全然違いますね。こっちの方が断然迫力あるわ。さあ柱を立てていこう。そろそろポケモンリーグ建設が終わりを迎えるので、次の建築物の募集をしようと思います。次も本家ポケモンの建物の再現ですよね。そうする予定だね。ただ、次に作る建物の用途は、アイテム貯蔵庫にしようと思ってるんだ。なので、アイテム収容量を大きくできそうな建物のリクエスト、お待ちしています。そんな大きな建物のリクエストすると、とんでもない規模のやつが出てきますよきっと。2年かかってもいいならそれを採用するよ。ちなみに今作っているポケモンリーグの用途は、エンチャントです。あ、結局エンチャント部屋にしたんですね。ポケモンリーグ作るって言って、用途は決めてなかった気がするからね。なんか前によすがの教会を作るとか言ってた気がするが、作るとなったら、別の用途の建物になりますきっと。そして、いつかはこのワールドを配布できるような規模にしたいなと思ってます。これ色若干違うな。ネザークオーツが足りなかったため、柱をすべて立て付けることができなかった。それでも、だいぶ形にはなってきたかな。完成形が見えてきましたね。正面から見るとこんな感じ。正面はあんま変化ないか。さあ、今回はまだ作業が続きます。おお、結構長くやりますね。ポケモンリーグを作る上で欠かせないのが、滝。これはさっき言ったね。なので、今から滝を作っていきます。と言っても、そんな手の込んだものは作らないんだけどね。あ。構図は簡単。ポケモンリーグ目の前の崖に水をひたすら流し込むだけ。ポケモンリーグ外観に比べて、滝は非常にシンプルですね。滝だからそんな手の加えようはないでしょ。影モッドにしたら綺麗に見えるぐらい。あ、お披露目会は影モッド導入してやろうかな。そっちの方が見栄えが格段に上がりそうですね。とりあえずこんな感じになりました。左側が少し寂しいので、そこも手を加えれたらなぁと思います。今回で、かなり完成に近づきましたね。あと2パートで完成できるように努めよう。最近、ポケモンのラッキーブロックの紹介動画を上げたのですが、その中に、ラッキーブロックから出たポケモンをゲットする企画をやってください。というものがあったので、やってみます。さあ、今回のターゲットは、飛んだ。なるほど、今回のターゲットは、オンバーンか。ただ、オンバーン系統はどこかで見たことがあったので、生息場所がわかり次第、直ちに駆けつけようと思います。さあ行くぞベルよ、オンバーンを求めて。はい。って言っても、村からすぐのところにある、ダークオークの森に普通に現れちゃうんだけどね。あらら、最初のターゲットはすぐに見つかりそうですね。おそらく夜に湧くポケモンなので、海流で飛び回ったり森の中徘徊すれば、いずれ捕まると思います。探索中に珍しいポケモンがいれば、そのポケモンもゲットしようと思います。まあこれを言っちゃうとあれなんだけど、今回の企画、普段のリクエストがランダムに変わっただけです。本当だったらどこにいるかもわからない。
本当にレアなポケモンが出てくれるといいんですけどね。ランダムってこういうことだから。問題なのはオンバーンは空を飛んでいるのか、森の中で飛び回っているのか。どっちもありそうですけどね。ちなみにオンバーンは、ダークオークの森の他に、白樺の森にも姿を現すようです。割と広範囲に及ぶんだな、オンバーンの生息区域は。暗くて見にくいですが、ご了承ください。あ、松明持ってくればよかった。あ、オンバーンっぽいポケモン発見。さらっと次に行かれるイベルタル。いやね、ここの住民ともなると、伝説のポケモンでも見慣れてしまうんだよ。彼は半年近く前からちょくちょく姿を現してるからねー。お、パンプジンじゃん。あれ、そういえば以前ゲットし損ねたポケモンですね。パンプジンの進化前を捕まえて、そこから進化させようとしたら、まさかの通信交換という、主さんの野望を一瞬で打ち砕いたポケモンですね。地味にリベンジリストに載っていたポケモンだったんだよね。早速ゲットさせてもらうよ。オッケー。その直後にオンバーン発見。突然と現れましたね。案外早く見つけれてよかったよ。よし、本日のメインターゲット捕獲完了。さ、紹介コーナーの準備をしようっと。パンプジン、カボチャポケモン。髪の毛のような腕を利用して相手を締め付け、もがい苦しむ姿を見ながら楽しそうに歌を歌う。外見とは裏腹にやることが残忍なポケモン。そんなポケモンが新月に街を歩くということを聞けばゾッとするだろう。ちなみに上半身は実体がなく、触れることができない。ピクセルモンではサイズが個体によって違うが、パンプジン系列に至っては本家にもサイズの違いが存在する。そして、サイズによってステータスもやや変わってくるらしい。音波音、音波ポケモン。特徴的な耳から出す超音波を利用することで、暗闇でも空を自由に飛ぶことができる。光線的で、近づくもの全てに襲いかかる凶暴なポケモン。出す超音波の音は非常に強烈で、岩を砕いてしまうほど。一見肉食だと思われがちだが、意外にも果物が好物。与えると非常におとなしくなるので、餌付けは容易である。素早さが非常に高く、ドラゴン族では最速。だがその分火力が一歩及ばない状態となっている。ヌメラミオンバーン、カロス地方のドラゴン族も揃ってきたね。しかし、まだキングドラやオノノクス、クリムガンなど、捕まえられていないドラゴン族も結構いますよ。キングドラに至っては通信交換だからな。海にはいてくれることを願ってるけど。でも通信交換進化のパンプジンが野生にいたし、ハンテールも海にいたので、キングドラも案外普通にいるかもですね。そうか、別に通信交換ポケモンが絶対に湧かないってことないんだもんね。なんだかやる気出てきたな。